3代ウエルター級王座決定トーナメント準決勝、中野亮太 VS 中島正史。中野この試合の解説も宮城大輝さん、そして特別ゲスト福井セリナさんにお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。何があったんですかね。ちょっと何かこの入場の前ぐらいで中野選手に、まあ、トラブルでしょうかね、うん、おそらくこの入場の裏の方にはいたとは思うんですが、はい、ちょっとね入ってくるのが遅れましたが、はい、仕切り直してね頑張ってほしいですね、はい、投げも禁止、キャッチは全部1回だから、それじゃあただそれ以外は減点の対象だ、気をつけて。ちょっと遅れてきましたが何かあったということではありません、はい、じゃあ頑張ってください、はい、お願いします。第3代ウェルター級王座決定トーナメント準決勝です。3分3ラウンド延長1ラウンド、この試合に勝った選手がもうすでに決勝進出を決めています。稲井亮也選手との対決に臨みます。宮城さん、はい、まさにこのウェルター級というのはこれから盛り上げていかなければいけないというところになりますね。そうですね、はい、世界と戦える階級ですからね、はい、67.5kg グローリーとの提携を発表しまして、やはりミドル級 70kg、 あるいはこのウェルター級 67.5kg、 こういったところが少し止まり気味ではありましたが、そこをどんどん動かしていこうと、そんな伊藤会長の思惑もあるかもしれません。今第1ラウンドが始まりました。オレンジのトランクスが中島正史、そして黒のトランクスが中野亮太です。ナイス。早速序盤から動く展開になるでしょうか。身長は中島が180センチ、そして中野が175センチです。まずはジャブ、両者見ます。あ、しかし音など含めましてやはり迫力がありますね、はい、そうですね、うん、スピード感もちゃんとありますよ。中野選手の蹴りがいいですね、あー、ここでの、ん、これはスリップです、スリップです、はい、ノーダウンです。でもいいテクです。左、はい、ナイス、左もいい合わせですね。前に出てきたところ、はい、中野は冷静に落ち着いて合わせます。ナイス。中野選手ボクシング上手くなりましたね。ああ、そうですか、はい、効いてますね。もう効いてますかね、はい、足がちょっと踏ん張れてない感じがありますね。中島の足粉砕か。中野、おお、ナイス、ストレート伸びてきました。中島選手もでもパンチうまいんでね、はい、はい、そのあたりの中島はうまさ、そして、ま、倒れないという、そんな粘り強さもあります。前蹴り強いですね、中野選手。やっぱりパンチよりキックの方が3倍力があると言われてるんで、はい、上から上から球、破壊力を増します。効いてますね。あ、効いている。中野のパンチではコーナーに追い詰めた。さあ中野、ロー、ロー2連打、ロー3連打、まだ行く。左からロー合わせる、またローだ。完全に左足を使えない状況にしていく形。対する中島、うん、ここでスイッチしました。やはり効いているでしょうか。効いてますね。ミラハイ、さあキャッチ。ここはブレイクがあります。もう踏ん張れてないですね。そうですね、はい、ロー、そしてダウンだ。お、ダウンではありません、失礼しました。ノーダウン、ノーダウン、今のノーダウンで、あ、ローブローですか。そうですね、まあ、今の選手、まあ、ローブロー痛いかもしれないですけど、はい、止められるのを待っちゃってるんで、今のまあ中野選手、僕は悪くないと思いますね、はいはい、レフリーも入ってないんで、入ってるのに行っちゃってたらダメかもしれないですけど、はい、今のはローブローという判定にはなりました、はい、ダウンではありません。
そして再びオーソドックススタイルに戻しました中島。第1ラウンド10秒切った。中野のミドル返すのは中島、ワンツーで返します。それで第1ラウンド終了しました。なんとか持ちこたえたという中島と言っていいかもしれません。もういつ来るのか分からなくて息ができないですね。かなりこれロー効いてますね、はい、そうですね、まあ、中野選手はやっぱり蹴りが入ってくると回転上がってくる選手なんで、まあ、このラウンドそれが光ったかなっていう感じですね、まあ、中島選手もパンチだったら中島選手の方がうまいと思うんで、はい、まあ、今一発狙っちゃってるんでちゃんと細かい攻撃を打ってほしいですね。中島オーソドックスタイルで左足のロー、これです。ものすごい中野の強いロー、まあ、引きながらもしっかりと当ててますね。なんかスローで見るとよりなんか降りにいってるみたいに見えますね。この体の強さというのはよくわかります。中野亮太ラウンド2、右ミドルがもちろん得意なんですが、こういったキック、さらに宮城さん先ほどおっしゃってましたが、はい、中野亮太は左フックが本当に上手くなってきたという話してましたね、はい、おー、いた、うん、まだダウンではありません。軸が全然ぶれないですね、綺麗な。そうですね、ムエタイっぽいですね、うん、中野選手はムエタイで、ムエタイスタイルですけど一番ライズのルールに適応してるんじゃないかなと思います、ね、なんか攻撃的なムエタイですよね、はい、本当に肘あるいは首相撲はありませんこのライズ。ただ構えはこのムエタイ独特の構え。中野亮太、中島、今中島選手のパンチも入りましたね。入りましたね、この人目がいいですね。中島のバックボーンは空手です。小学校3年生から始めたという空手、この新潟で研鑽を積んできました。新潟への恩返し、そんな思いもあってこのライズの舞台に上がっています。あ、右のロー、中野のその体重が乗ったローが中島の左足を捉えています。そして散らす、うん、中島ワンツー、今の左フック、中島の顔を捉えたか、前蹴りで距離を取る、中野右、ナイス、今のは完全右さん入りましたね。入りましたね、効いてますよ。それでも倒れないのがこのコーナーに追い詰めた、それでも行きたい。さあ第2ラウンドも残り1分を切ったところ、はい、左、あ、また左のフック、中野の当て感も非常にいい。中島はどう返すか、バックスピンキック、ハイキック、バックスピンキックを見せる中野、お、ここで顔を捉えてきたか、中島のパンチ、左、中野選手この距離やる、中島のストレート、はい、中島のパンチがここで捉え、中野の顔面を捉えてきた、右ストレート、中野が返す、中野左、落ちる、どっちが行く、どっちが行くんだ、はい、どちらも当てている、ここでもう一度行くか、左入っていく、ここで行け、あ、両者ともに一気に行くかなというところでしたけどね。そうですね、はい、多分まあ中島選手の拳が多分硬いんでしょうかね。あ、そうなんですね、多分軽く当たっても中島選手多分気はしてないですけど、はい、危険だなって多分精神的に思ってるんで、なかなか前に行けないのかなっていう。先ほどのこの、あ、これは左フック中野が捉えたところですが、はい、だいぶこう中島がこらえる時間というのが長くなっていましたが、はい、第2ラウンドの後半で中島の拳が徐々に捉え始めましたね。そうですね、ここから分かんないですね、はい、
バックボーンが空手の選手って、はい、拳がなんか硬いって言われてるんですよ。あ、そうなんですね、はい、なんで拳が当たると倒れる確率がもう格段に違うんで、はい、新潟にこんな強い人がいたとは。いや、私新潟出身なんですけど、はい、新潟にこの人いたっけと思って。いや、もうぜひ福井さんもこの中島雅史を PR していってもらいたいなというふうには思いますけどね。いや、で新潟の選手何人か出てめっちゃ応援してたんですけど、うん、毎回負けちゃうんですね。だからちょっと言いづらくて。なるほどね。はい、でも今回ちょっとめっちゃ期待値高い。はい、太陽選手まだチャンスありますからね、うん、先ほどのパンチを見るとまだ何か一発で倒す可能性がある。ただこれで中野のローだ。これが効いてくるか。またロー、完全に左足を壊しに来ている中野。この右のローキック、ジャブで距離を取る中島。もう力入ってないですね。やっぱ効いてますかね。効いてますね、はい、少し引きずるような仕草には見えます。中島の足、おい、また見ろ、太もも完全に入っています。それでも倒れない、倒れないのが中島。どんどん出せ、どんどん出せ、山さん、どんどん出せ。その倒れない中島に対して中野の精神的な部分はどうか。あー、右のロー、音が違います。中野亮太の右ロー。中野選手ももうちょい右のパンチまでいけたらいいんですけどね、はい、少し単発になっていますか。はい、中島はまだステップをしてパンチで応戦というところ。あ、左フック、中野ミドル、ナイス、フック捉えたか。中島、中島前に出る。さあ残り第3ラウンドも1分切りました。そう、ナメバ選手行きたいですね。ジャスト行け。中野の方がダメージは与えていますが中島もまだ倒れない。右ストレートがあります。パー。中島選手のパンチも結構当たってるはずなんですけどね、はい、全然効いてる感じがしないのはなぜでしょう。いや、多分効いてると思いますよ。あ、本当ですか。なので多分中野選手も前に行けないと思いますね、ここでローだ。このローで中島のアゴがまた上がったが、もう一度ロー、しかし返す、中島も返す。いや、なんていう粘り強さだ。足にほぼ力が入っていないようにも見えるんですが、お、ここでスーパーマンも出てきた。ジャンプしてのパンチ、中島まだ前に出る、気持ちで前に出る。中野選手ちょっと抜いてますね。中野はよく見えているか。最後視力を尽くします。中野が最後見ながらというような形。中島は最後まで前に出ました。しかし圧倒的にあの中野の右のロー、はい、これは強烈でしたね。いや、よかったですね。2ラウンド目にもうちょい蹴りたかったかもしれないですけどね、はい、足引きずっているのがよくわかります。中野亮太のこの右のローキック、第3代ウェルター級王座決定トーナメント準決勝、それでは主人公と対戦するのはどちらの選手になるんでしょうか。30対27、赤中野、ジャッジ小川、30対27、赤中野、ジャッジ佐藤、30対27、赤中野、以上3対0の判定をもちまして勝者中野亮太。 S1 世界ウェルター級現王者中野亮太、その実力を遺憾なく発揮しまして3対0の判定勝ち。これで中野亮太は5連勝としました。これで決勝、稲井亮也と対戦するのは中野亮太に決まりました。この表情からも分かるようにはっきり言ってイケメンです。イケメンですね。
2018年のジュノンスーパーボーイコンテスト二次審査まで残ったというこの中野亮太、あそしてこの新潟から来ました中島正史にも今大きな拍手、ね、福井さんにもぜひ応援していただきたいというふうに思います。いやでも強かったですよ、かっこよかったです。そしてこちらが中野亮太、宮城さんこれまた人気出そうですね、はい、ライツもね。そうですね、はい、まあ3ラウンドもうちょい行ってほしかったなっていうのはちょっと個人的に思いますけどね、はい、楽しんでいってほしい。まあそういったところもまたこれからさらに強くなってくれるでしょう。選手会の中野亮太です。いつも応援ありがとうございます。今日なんか入場曲自分が出してたやつと違うかってちょっと入場出るの遅れたっす曲流してほしかったっす。決勝でその入場曲使うんで曲の方も注目しておいてください。あと決勝 KO で絶対勝ってチャンピオンになるんで、注目しておいてください。お願いします。